濃厚のデイリスまさかのチームと交渉開始。アルフォンソ・デイリスの代理人は、バルセロナに3日間滞在しました。木曜日の午後、彼はデコに会いました。代理人は給与ユーロ12のボーナスを要求したそうです。え？マドリーの可能性高くなかったっけ？バルサなん？これ実現したら嬉しいけどな、わらわら。給与安いのはありがたいんだけど、移籍金がねー。ボーナスの額が気にはなるけど、デイリスが12無で使えるなら終わりも大あり。セメローグチャグチャににして8ににした化け物ぞ。移籍金はタダにしてください。マドリーのアタッカーを考えたら、デイリスのような足早い DF は欲しいけど払えないよな。ユディガーパターンでよろしく。確かユディガーか誰かの時もこんな感じで接触していたし、交渉にうまく使われてるだけな感じするけどな。個人的にバルデ好きだから取らないでー。将来的に仮に獲得できたらめちゃくちゃ大きいんだけど、そのためにバルデ放出なんてことはあったらダメ。経験値積ませてしっかり育てよう。